お疲れ様です。ありがとうございました。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、まあ、うん、また、はい、来週、来年末は、うん、ありがとうございました、うん、お疲れ様でした、はい、また気をつけて、うん、来週会いましょう。そうですね、今週か、うん、今週だね、うん、分かりました。はい、すいません、失礼します。はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。この前の木魚のフリーミュージック、木魚のフリーミュージックってなんだ、木魚なんかなってないよ、なんでしょうっていう曲かな。お疲れゆみさん、お疲れっす。どっかファミレスあったら寄ろうか。のんちゃんもお疲れ様。お疲れ様です。え、合わせられる、なんでしょうっていう曲ね。いやーすごかったね今日ね。丸一さんのところにいました。あ、そうだった、うん、すごかったね。無縁仏、4000体以上の無縁仏って書いてあった。俺でも1万体ぐらいあると思うけどな。あれ今度数える枠やろうか。あれはすごいね。怖かった。あんなすごいお墓の数見たことないもん。俺も放送終わってからウィキペディアで調べてた。あのなんだっけ、ありがた山で。いや、のんたんはロハコさん喋ってたよ、車の中で。うん、ホロロさんいらっしゃい。乙女の話、ガールズトークしてたんだって、うん、お稲荷さんの話ただの下ネタだから。でも楽しかったよね。楽しかった、うん、のんちゃんの知らないお稲荷さんの話があった。何それ、のんちゃんの知らないお稲荷さん。連発、うん、規制入るから言わない。ピーってなって、ピー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 って、バキュンバキュンバキュン。そんなにどぎつい下ネタやってたんだ。そうそう、フィクションした感じだろうね、多分。何、お岩さんってあの目が腫れた女の人だよね。そう、なんか薬を飲まされて、なんか毒殺しようとしたんだけど、うん、なんでお岩さん殺されそうになったの？あの、女ができた。
さんってことか。めっちゃ腹減った。美人だったんだ、大岩さんは。美人の美人の基準が分かんないよね。人によって好み違うから。うん。僕、太った女はさ、女の人が好きなのさ。あ、そうなんだ。うん。へぇ。結構、巨漢の人が好き。へぇ。脂肪でタルンタルンっていうのはごめんねってやつでさ。うん。そうじゃなきゃ。ムチムチ系。そう、ムチムチ系。ああ、フジコとか好きだって言ってたもんね。フジコはお尻がでお尻しか見せないから見なくなっちゃう。あ、とんでもないことはね、ちょっと家で話そうと思うけど、ちょっと戦争が起きます。家に帰ったら、とんでもない重大発表があります。お皿は、番長皿屋敷っていうんだ。こんなにでかかったお茶がもうなくなりそうになった。やばい。観光バス。高速バスかな。海速か。京王の海速バスか。新宿です。食べるとこ寄れなくなっちゃう。そうか、じゃあ甲州街道で行きましょう、うん、駐車場付きっていうのは郊外だけでしょ。都心あんまりないじゃん、うん、ある曰く付きのものって今度見せて。俺は別にないっすよ、曰く付きのものなんか。てか俺心霊配信者じゃないからね、オロロさん俺あくまで雑談系だから家にある曰く付きのもの、ていうか俺ほら3年前ホームレスだったから何にもなくあの家からスタートしたから。使い捨てコンドーム、使い捨てじゃないコンドーム、逆に見てみたいな。え、どういうこと？コンドームマンのやつしかない。あ、コンドームマンの。コンドームマン。なんだろう、曰く付き。だからここ 2,3 年で買ったものしか家にないから、曰く付きのものがないですね。
がとうございます、冬さん。あざーす、頑張ります。嬉しいですね、そう言ってもらえると。13キロ、あ、そんな遠くないんだ、調布。ほらさ、成田から千葉で42キロなのよ。だから同じだ、ね、感覚が違うんだよね、東京のさ。すごいスモールな街っていうか。そうだね、そう、羨ましいんだよね、ちっちゃいから。だから自分の最寄りの駅歩いて30分40分かかるわけじゃん。ありえないじゃん、その東京の人の感覚からしたら。縦に端から端まで行っても、うん、中央道とか通ってるから、うん、すごい早い。スパニャンがリスワン取りそう。フワッチやってる。あ、そうなの。だから舐められてるよね。俺だったら取れる、潰せるって思われてんだろうね。まあリスワンはね、実力のある人が取るもんですから。その日一番の配信者が取るもんですよ。
関東の感覚じゃなくてさ、四国とかの田舎の感覚で全国区のニュースになったらさ、そりゃ行き発車よね。東京とかだったらニュースになっちゃったぐらいだけどね、バカだなぐらいだけど、誰々さんの息子はってずっと言われるんだろうね、多分。そうそう、あの息子さん運転手はね、トークでかき混ぜたのよ。ずっと言われる。ずっと言われるだろうね。トークでかき混ぜ男だけの検索でもうヒットする。牛丼混ぜ男。牛丼混ぜ。ロコさんいるよ。牛丼男でも。すごいよね、トレンドワードになったもんね、ツイッターのね。牛丼トング、うん、友達だと思ってたみんなが離れてた。あんなやつ知らねえよってね、うん話したことない、ないよ。うちに来たことある。もう、ね、来たことあることは抹消したいけど、YouTube 撮ってるからしかないけどさ。まあそこで引退するのはもう生の人として才能ないよな。こっからだ。まだこれから。ね、美味しかったな。ね。ずっといじられ続けんのにね。33歳で引退とかね、かわいそうね。ネット放送ダメだから携帯放送すればいいね。っていうか賠償責任に問われてるんだって今。あ、そりゃそうでしょ。もうだって全商グループなんかチャキチャキだもん。ないことって、闇将軍っていう配信者が全国ニュースになったんですよ。スキヤで配信して、スキヤの丼ぶりかぶって食べた後に。爆速がやってる？何をやってんの？放送？あー、知ってるよ。ねえ、バンだったの？爆速は。キャスに行ってたんでしょ？ツバニャン、ツバニャン前キャスに行った時、みんなほらツバニャンが相手した人、みんなツバニャンがディスる。いやあれはディスられて当然だよ。ツバニャンがディスって裏切っていく。そうあれはね、叩かれて当然。あの女は絡んだけどないわと思った。おはよう、金梅さん、よろしくっす。金梅ってお手紙でサムネが見ずにやる。キャスでかそったから逃げたんでしょ。まあそうでしょ、もうネタ切れでしょ、あの子は。着いてから話す。書類が家にあるから今日も夜もやると思うから寝ちゃっていいっす。すいません、あの家帰ったら重大発表します。結構ありえないぐらいのとんでもない事件があるんで、今日の夜、要は夜中とかでも全然聞きに来てもらえれば話するんで。多分炎上します、今日の放送大炎上します。全面戦争なんで。
みんな爆笑するようなね、とんでもないネタあるから。俺戦争しますよ、ちょっと。救急車が登っちゃった。フィリスないんだね。ないですね。牛丼屋ぐらいしかないんじゃないかな。牛丼屋だな。好きがいいじゃん、好き。好きが好きになったよね。パルパルに謝るようなこと俺ないんだけど、カズキングさん逆なんだけど、パルパルが俺にあれ謝らなくちゃいけないこといっぱいあると思うけど、俺は全然パルパルに謝ることなんか一つもないですね。ロハコさん生主で結構有名な人だよ、ロハコさんは。されてると思ったんじゃない、だから隣の車線行ったんじゃないかな。電気ついてるみたいな、うん、怪しい。ずっと後ろついてくるから、うん、気持ち悪くなったんじゃない。顔面しばっと言ったやんか、それ殴られてもいいようなことしてるからね、うん、なんで謝る必要があるの。ムカついたからクズを殴っただけですよ。クズを殴っただけ。後ろの人、ロハコさんですね。ロハコさん。もう古い付き合いの生主仲間です。ムカついたから殴ったのね。うん。で、なんで謝る必要があるの？逆に教えて、カズキングさん。こんな子供じゃねえんだわ。殴ってごめんねとかないから、大人の世界に。風船プレゼントありがとう。上北沢だから駐車場ないかもね。あるのマックぐらいかな。でももう駐車場ないでしょ。解散にしよっか。風船ありがとう。戦ったことヘタレだもん。殴られても殴り返すこともできないやつでしょ。試合に出ればいいね。ムカついたら殴るって子供やんけ。だってさ、カズキングさんさ、なんで殴ったか知らないでしょ。俺会ったこともなくて、パルパルってやつを知りもしないのに、ずっと放送でディスられてたの。でまあいいよ、言わせておけばって言ってほっといたので、俺の放送でコメントであいつなんて言ったかっつったらさ、初対面で全然知らないのに散々コメントで罵倒されて、でしまいになんで怒ったのかって言わせておけばいいって言ったんだけど、俺のリスナーさんに対してクズって言ったんだよ。配信者として絶対ありえなくない？人の放送に来てここのリスナーも全員クズだなっつったのよ、あいつは。だから俺はさ、配信で飯食ってるわけだからプライドがあるし、俺は俺の放送を見てる人で俺は生活を成り立ってんのよ。絶対許せねえよ、うん、しかもあいつ配信で飯食ってるわけでしょ。配信者の言葉とは思えないよ、うん、別に俺逮捕されてもいいからぶん殴るよって前から予言してたもん。でたまたまそこにいたからぶん殴ったのよ。配信者としてありえねえわっつって、
だってさ、カズキングが俺のリスナーだったらさ、ここのリスナークズだなって言われてさ、俺が何もしなかったらさ、嫌でしょ。どう思う？俺は別に自分のことをディスられても別に構わないけどさ、俺は配信で飯食ってんだからさ、リスナーさん心底大事にやってきてんのよ。だから俺はだからぶん殴ったのね。うん、だから謝る気ないよ。俺が謝ったら俺を侮辱したリスナーさんが悪いことしたことになるから、だから俺謝る気なんかまるでねえよって。配信で飯食ってるやつがね、人のリスナーをねクズ呼ばわりしたら俺は許せねえから。うん、ラオさんおはよう。どう思うカズキングさん、それは。俺はそれくらいプライドがあって配信やってるから。だから警察行けっつったじゃん。逃げ込みたきゃ逃げればいいんだよ。間違ったことなんか一つもしてねえよ。でしょ？だから謝る気なんかないっすよ、僕は。でも俺はもう一発ぶん殴ったから、まあけじめはつけたから、俺はとやかく言うつもりないし、もうすっきりしたからぶん殴って。綺麗事並べて暴力を肯定しないでください。まあ暴力肯定する気はないけど、だったら別に見なきゃいいんじゃないの、それが気に入らないんだったら。にっくんバーガープレゼントありがとう。ポンスキーにも殴られた。ああ、まあ殴られて当然だろうね、クズだもん。別に暴力肯定してないよ。暴力は暴力だから。ムカついたから殴ったってそれだけだよ。別にカズキングさんがさ、俺のリスナーだと思ってないから、気に入らなきゃ見なきゃいいんじゃないの。俺困ってねえから。応援してくれる人いっぱいいるからさ。いや、俺別に困ってないから。絶対言っちゃいけないと思ってないよ。応援する気ないでしょ。フォローする気もないでしょ。邪魔。もう二度と見なくていいよ、カズキングさんは俺の放送。うちリスナーいっぱいいるし、いっぱいいい人いるから、ゴミみたいなリスナーはどんどんいなくなっていいと思ってる、正直。邪魔。その辺のカソナマヌシと一緒にしないでください。みんなはどう思う？困ってないよね、俺ら。別に普通に楽しく放送やってるから荒らすリスナーとかいらないよね。文句があるんだったら見なきゃいいじゃん。別に応援してくれる人とかさ、話ができる人としか俺つるむ気ないから。嫌いなら見なきゃいいと思うよ。パルパルの放送でも見てればいいんじゃないの。だよね。なんか誤解してるけどさ、俺はさ、リスナーさんと俺は対等な関係で、仲間になる人にフォローしてもらってるのよ。別に俺のこと気に入らないやつに頭下げるつもりも媚び売るつもりも全然ないよ。配信者がリスナー選んだっていいんだよ。謝ったか聞いただけでしょ。だから謝んないよっつってんじゃん。俺あと配信者に絶対言っちゃいけないことなんかないと思うけど。プツプツする？あ、一回ね、入り直すと大丈夫だよ。ハズレサーバー引いたんだと思う。バカプレゼントありがとう。価値観が違うもの見てもしょうがないでしょ。ヒーって音が聞こえる。嘘。
車の中だからかな。変な周波数拾ってんのかもね。サーバーの問題だね、じゃあね。サーバーの問題だよ。私和道さん好きです。ありがとう。あ、いいよいいよ。アイテムは全然本当に、なんか給料入った時とか、なんかパチンコ買った時とか、景気いい時に投げてもらえると嬉しいですね。ありがとう、いいことあった時になんか1円でも2円でもなんか投げてもらえると自分の生活の糧にできるんで。あんちゃん山手通りを左折できる。あったい。ありがとうね。でも放送見てくれるのも支援だし、コメント打ってくれるのも支援だよ。みんながいないと放送って成り立たないからさ。でもまあ和道の配信、まあ支えたいなと思ったらアイテム軽く投げてもらえれば嬉しいっす。やっぱ配信で飯食ってるんで、売り上げ上がんないと配信できなくなっちゃうんで。嫌なら見なきゃいいは言っちゃダメだろ普通に。いや見なきゃいいと思ってるけど、うん、あ、ありがとうユミさん、アイテムありがとう。いや俺本気で嫌なら見なきゃいいと思ってんだけど、なんで見んの嫌なら見なきゃいいじゃん、バカなのね。なんで言っちゃいけないの、理由は、理由を教えて。別にあなたのコメントもあなたの配信も別にいらないっすよ。カズキングさんいなくなっていいっすよ。俺全員に言ってるわけじゃなくて、あなたに見なくていいっつってんだよお前だけだよ言ってんの、カズキングさん言ってる意味わかんない。俺はあなたに向かって見るなっつってんの、他の人に言ってないよ。めんどくさいよね、本当に。嫌だよね。気持ち悪い、本当に。友達いねえのかな。ねえ、自分の好きな配信者見ればいいじゃんね。風船プレゼントありがとう、七尾さん。ね、噛みつくコメントめんどくさいよね、ほんと。七尾さん風船ありがとう。まあ、ネットでも嫌われるって相当だと思うよ、ほんとに。ギリチョコありがとう、ラオウさん。ありがとうございます。ギリチョコありがとうね、ラオウさん。ありがとう。そう、噛みつくやつってほんとね、放送妨害するだけだし、荒らすだけだし、フォローもしなければアイテムもしないし、ほんといいことないんだよね。こんなゴミ相手にする気ないよ。困ってないから。その次は早稲田通りの施設。はい。なんか人の足引っ張る人間大嫌いなんだよね、俺。
カリーカレーのところだ。スポイシーのカレー屋さん。のんちゃんとも行った。あ、応援ありがとう。頑張ります。ねえ、みんな仲良くすればいいのにね。だ人のこと否定する人って学べない人間だから。そうそうそう、人の足引っ張る人間ってコンプレックスある人間なんだよ。人の足引っ張って引きずり下ろさないと自分が上に立ってる気になれないの、だけど本当にすごい人間っていうのは人のいいところを見つけたりとか、人から学ぶ人間っていうのはさ、向上心があるわけよ。だから周りにいる人たちがあったかい人ばっかりになってくる。おい、ゆるさん、まだつおはよう。楽しんでってね。今回川崎洋平じゃなくてロハコ。川崎洋平くんのもしばらく絡んでないね。軍産複合体さんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしてってください。お、アッシャガールスさん、ワコツ。フォローありがとうね。ココス行く？うん、ココスにしようか。うん、ココス行こう。おはよう。お出かけっていうか帰りだね。心霊配信4件行ってきた。ここから入れるのかな。ここは結構先輩が多いですね。年齢3、4、50代多いです。ココスでご飯食べようか。包み焼きハンバーグ。うん。すげえな。ギリギリセーフ。お、ゴンって言った今、なんだろう。いや、これ無理でしょ。 1.6 メートル無理ならいかない。ゴンって言ったよ、大丈夫。ガリガリしちゃう。天井吸った後いっぱいあるけど、いける？かなり低いよ、僕の背丈より低いますね。家で心霊配信見てる時、俺の部屋しか電気使ってなかったら2回もブレーカー落ちた。マジでやばいね。電波ない。吸えないんだっけ？吸えるっしょ。吸えるな。ファミレス、わかんないけど。あ、吸えなくてもいいじゃん。あれ？電波ない。階段とかないのかな。こっちだ。こっち？ないよね。あったあった。国の国尾さんいらっしゃい。3人で喫煙で。はい、はい、出たっていうかすごかったよ、無縁仏。もうほんととんでもなかった。イエーイ。疲れたね。結構怪奇現象起こりましたね、何回か。ココスはカレー屋さん。
あ、それはね、ココイチ。ココイチ。ココスは何屋さん？ココスは、あの、ファミレス？うん。モーニングあんのかね？もうこれからモーニング来んじゃないの？ 5 分後ぐらい。何？多分ね、今あと5分後で5時だから。モーニング何時から聞いてこようか。こっち座っていい？あ、いいよ、こっちいいよ、こっちいいよ。うん、座ってもらえるとあれだけど。はい、くさい。あ、さんが喋る。皆さん、おはようございます。どうも皆さん。うん、これからモーニングか、6時からだって。ちょっと待って。いいぞ、あっちっこ。マジか。いとこ見たかったな。いとこって何？かわいい。ありがとう。キャストニコ生配信してます。たまにふわっち。ロハコ、オスっていうマークで。オス。うん。ロハコっていうと、どうも女だと思われる。間違ってないけど、ちょっと違う。うん。なんかおすすめみたいなの。やしいな。ちょっとメニュー見るから待っててね。あ、そうやめ。どうする？一回孫さんに話があるんですけど、やんぎ、やべそうだから、一回来たらしますって。で、俺、ちょっと待って。無理。っていうか、俺も大丈夫。サポートが、上に行きます。半熟卵とベーコンのドリア。久々、ふーさん。クワダさん、よろしくね、ユミさん。お世話様、ナム、ナムしたダメ、ナムしたダメ。もう朝だって。ふっくりでいい。これ。半熟卵とベーコンのドリア。決まった？決まったよ、まだメニュー見てない。で、和藤さんこっちでいいの？いいよ。今、リスナーさんと喋ってたんだけどね。お、勝った。いいよ、ね、うん、普通に。僕、お財布忘れちゃった。うん、いいよ、いいよ。いいよ、じゃあ飯出すよ。うん。これ。これ、うん、これ。普通に食いたいの食っていいよ。安いのじゃなくて。いや、いいよ。これがいいの？うん、ドリアが好き。胃が悪いんでね。胃が悪い。ドリンクバーついてんのかな。あ、つけるよ。つけるよ。うん。ちょっとゆっくりしてこい。うん。寒かったもんね。寒かった。のんたんはずっと暑かったんじゃない？暖かかった。コントロールする大変だったんじゃない？俺ね、でもなんか個人的にはマコさんと飲みに行くし、ヤイさんと飲みに行くとか、いろいろ。C ぐらい？え？ C ぐらい？そうそう、みたいなところで。うん。あいさないと。もっと。あ、じゃあどんぐらいかな。C マイナスぐらい。もうちょっと D。そこまでは。うん、C プラスぐらい。プラス。うん。ちょっと気になって。めっちゃ優しいけど悪魔みたいなところもあるよ。マリッチさん、ああしたい、こうしたいとかね、いっぱいあるよ。ドリップバーだと見えない。あのウイスキーもね、炭酸ガスも。クリアファイルって何？挟むやつか。おじさんかわいい、ありがとね。カズくんくん。カズくんくん。くんくん。ステーキとか肉とかじゃなくていいの？うん、ドリアでいい。ドリアでいい。胃が悪いんでね。いいの？ドリアでいい。決まった？決まった。あれ。お姉さん。お姉さんか。うん、これも次。うん、オッケーオッケー。うん、それ。あ、じゃあ、押して。
うん。ね、僕ね、ロハコと言います。ふわっち放送はね、2週に1回ぐらいかな。ふわっちもっとやればいいの。わさめ、はい、ほうれん草としめじのソテーを一つ。飲んだ。ビーフハンバーグステーキ、はい、180の方でよろしいですか。お肉の方、大きい方で大丈夫。小さいの。あ、180で。おソースの方が和風とデミグラスと感じたやつ。醤油ってあります。醤油あるか、じゃあ和風で。あれだったら何もかけないでお醤油だけ持ちするような感じ。和風でいいんだ。いや、熱い。どうするんだね。和風でよろしいですか。はい。こちら、パンってライス感ついてませんが、よろしいですか。セットだ。ライス。ライス、はい。これいつもお付けになりますか。つけます、はい、じゃあセットにしますね。洋風セットに、はい、かわいい、かわいいさん、ゆうさん、いいですか。どうも、サーロインステーキ。もうおはようだよね。カメラがね、ニンニク系のソースとかってあります。和風です、ね、あ、じゃあ和風で、で、書いちゃった。ライスとドリンクバーだから洋風セットの方がいいのかな。顔が丸くなって可愛くなっちゃったね。カミソリで取ってもらってまだ3日なので、はい、でドリンクバーこれにもつけられますか。はい、大丈夫。じゃあドリンクバーつけてください。ほうれん草、ほうれん草頼んだよ、頼んだよ。あ、じゃあそれでお願いします。確認いたしますね。ほうれん草ステーキ1つ、はい、ハンバーグステーキ 180g の1つ。ラオカさん、配信歴どのぐらい。ニコ生は去年の9月頃から。ふわっちはまだサルインのご飯大盛りって言いました。はい、大丈夫です。3ヶ月ぐらいかな。7回しか放送してない。7回しかしてないの。まだふわっち7回、履歴7回って出てた。あ、じゃあ7回しかまだ放送してないんだね、うん、おー、超監視くん久しぶりだ。うん、ドリンクバー何か持ってくるよ、俺。何が飲みたい、うん、あ、あお茶と、お茶と、え、緑茶？冷たいの？あったかいの？冷たいお茶と、冷たいお茶ね。と、うん、メロンソーダあったら。冷たいお茶とメロンソーダ。うん。ロハコーヒー。コーヒーはね、朝胃に悪いからさ、カフェオレならいいんだけどね。うん。ロハコさん、名前の由来って何？ロハコってお店をよく使ってたからだよ。あっちはね、L なのね。ロハコのロがね、LO なんだけど、僕のロハコは RO なの。あ、ありがとう。もっといい。どっちも見たり、何が？何が見たり？胃薬あげようか。慢性胃炎なんで、この前胃潰瘍になりそうになって牛乳飲んでって言われた。薬でね、僕21錠飲んでるね。だから飲みすぎだから牛乳飲んでって。お茶とメロンソーダ、うん、ありがとう、うん、いいよ。これさ、保険見たね。これさ、もしよかったら。ありがとう。ちょっと待ってね、メニュー片付けてるからね。そう、お茶とメロンソーダ見てね。お茶とメロンソーダ、ストローがないんだけど、まあいいかなって。僕、お茶もさ、メロンソーダも普通ストローで飲むんだけど、持ってきてもらってるからさ、贅沢できないじゃん、ね。持ってきてもらえ。あら、緑茶じゃないのか。うん、ウーロン茶みたい。どうも、うん、ほうじ茶ってことはないと思うけど。いいな、ストロー、いいな、ストロー、いい？いい。はい、ありがとうございます。ストローもね、のんちゃんにもらっちゃった。うん。
なんか見てたらさ、うん、あ、じゃあ、中央の中でなんかやったみんなさんだよ、ちょっとお願いします。何やったかすげえわ、ちょっと僕やうん、リスナーさんと会話してるよ。うん、ありがとう。うん、お疲れっす。あ、どうも。ケピー。ちょっと飲んじゃってます。ケピー。のんちゃんが一番ケピー。で、ワドさんは超怖い思いしてきて。ケピー。ケピー。どんな夢見るだろうね。うなされたり。うなされるかな。うん、うんいやね、てっぺんが見えないって超来てないようにってドリルだけしてありがとうで、リュウチです私は牛乳は胃に合わないな僕ホットミルクなら大丈夫だき加工乳の方がいいかなよ、やっぱロハちゃんはめっちゃ可愛いありがとうそれなら今度フワッチ放送したら来てねあのキャスツイッターをフォローしてくれるとロハコで探すといると思うよ検索するとちょっと一回枠取り直すわお前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう